本は、非常な大事なことである。平常にお医者さんで成長の家に、凝っておる。私はそれも来るに安田山草を出るが、それが栄光不明でしょうち。いや、栄光不明じゃない。いや、一般の人はそう思うとね、黙って放っていけば栄光不明と。で、霊魂を滅っていうのが非常に多い。と、肉体は借家みたいなもので、霊魂は、借家の借り主のようなもの。すぐ、矢をするするから、そう思ってるのがあるでしょ。現在、その、この涅槃経の中に千人祈祷はそう言うとる。そうしてお釈迦さんにその、矢をするんでしょうちで、議論に来る。だから、到底曰く、あるが曰くっていうのは、この千人祈祷の権利ですよ。心情、心は成就であって、形は消滅する。成就を嘆くことなかや。長寿を出理するにと安き道あり。いわゆる心情消滅、心象の成就なる断りを知るなり。その旨たらば、この身体はすでに、そうあれば必ず滅に移されゆくことありと。この心象は、あえて、滅することなし。よく消滅に移されのって、移されざる心象。つまり、不滅の霊魂があると思うておる。そうして肉体は借家のようなもの。我が身にあることを知れれば、これを本来の性とするがゆえに、身はこれ仮の姿。ここにししかしこに埋まる、定まりなし。心はこれ成就なり。過去未来現在、古来現在、変わるべからず。格のごとく、知るを、消滅を離れたりとは言うなり。これはとんでもない間違いで、心ぐらい消滅のあるものはない。で、この胸を知る者は、従来の生死長く耐えて、好み終わるとき、紹介にいる。紹介に調相するとき、諸仏如来のごとく、妙徳、まだに備わる。今は、たとえ知るといえど、前世の文豪になされたる身体なるがゆえに、諸生と等しからず、いまだこの胸を知らざる者は、久しく生死に巡るべし、しかあればすなわち、ただ急ぎ、心象の成就なる胸を領地すべし、ひたずらに、勘座して、一生を過ぐさ、何の待つところかあらん、何の期待するものもないじゃねえかと。格のごとく言う旨、これは誠に、諸仏、諸祖の道に叶えりやいかんと。この千人祈祷の件をもって、今、通ってきたわけじゃ。で、そこで示して言わ、今言うところの件、全く仏法にあらず。先に言うように、千人祈祷が県内。
んけどは、身はこれ仮の姿、心はこれ成就、体はこれ百夜みたいなもんじゃ、かの下道の剣は我が身内に一つの霊地あり、かの地すなわち変に王ところによく幸悪をわきまえ、是非をわきも通用を知り、苦楽を知る、皆かの霊地の力なり。しかわるにかの霊地は、この身の滅するだけ、もぬけて、先達して、かしごにまるるゆえに、ここに滅すと見うれども、かしこの性あれば、長く滅せずして成就なりというなり、かの下道が剣格のごとしと、再び酵素がこれを敷衍して、そこで鹿るを、この剣をなろうて仏法とせん、ガラクを握りて棍棒と思わんよりもなお愚かだ。地名のはずべき、たどるにものなし。大東国の越中国史、これは即身是仏の巻に、詳しく出ておる。即身是仏がこの千人下道の剣で、越中国史に、通ってきたのは今しめでござる。それは大東越中国史、深く今しめたい。今心情喪滅、心は成就不変である。形はこれ滅するという邪見は消し、諸仏の妙法に親しめ、生じの本因を起こして生じを離れたりと思わん。愚かなるにあらずや、もとも哀れむべし、ただこれ下道の邪見なりと知れ、耳に振るべからず。それから、ことをやむことを得ず、今なお哀れみをされて汝が邪見を救わば、知るべし、仏法にはもとよい、新人一如にして小造夫になりと断ずる、これが大事なことです。新人一如、身を離れて心があるのではない。新人一如にして小造夫になり、形と小と夫になりと断ずる。祭典当時、祭典はインドであり、当時は中国であり、同じく知れるところ、あえて他言をべからず、いわんや成就を断ずる者にはマンボウ皆成就。これ涅槃行に、涅槃行で言う場合には、一切のマンボウは皆ことごとく成就不変である。だから成就を断ずる者にはマンボウ、子供の子に成就、みんな成就じゃ。身と心とを湧くことなし、弱滅を断ずる者には、諸法みんな弱滅なり、小と相とを湧くことなし、力を何度
心滅心情、身は滅するが心は成就と言わん。勝利に背かざらんや。鹿のみならず勝利はすなわち涅槃なりと測量すべし。いや、仏法というものは誠に不可思議だ。だから勝利として移動べきもなく、涅槃として寝合うべきもない。この時初めて勝利を離れる分あり。いや、ちょっと不可思議な言葉だろ。勝利として移動べきもなく、涅槃として寝合うべきもなし。この時初めて勝利を離れる分あり。だから、若滅を断ずる者には、諸法皆若滅なり。諸と相当は湧くことなし。しかあるは何ぞ、身は滅するが心は成就と言わん。勝利に背かざらんや。鹿のみならず勝利はすなわち涅槃なりと確量すべし。いや、勝利と涅槃。勝利即涅槃。これしょっちゅう言うとることじゃ。正真言でも不断煩悩即涅槃、煩悩を断絶して涅槃を。だから、勝利はすなわち涅槃なりと確量すべし。いまだ勝利の他に涅槃を断ずることない。言わんや、心は身を離れて成就なりと、両下するはまで、成就を離れたる仏地に儲けすというとも。この両下近くの心は、すなわちなお、消滅して、全く成就ならず。これ、儚きにあらずや、召喚すべし。いや、この生じ即涅槃、煩悩即菩提、これは言葉に慣れてしもうて、中身に入らずしまうが、いつも回ったらしで、考えてみると、生じ即涅槃、煩悩即菩提、だから、これ新人一女の胸は仏法の常に断ずるところない。しかあるに何ぞこの身の消滅せんべきするべき、心一人身を離れて消滅せざらん。もし一女なるときあり、一女ならぬときあらば、仏説おのずから小毛にありぬべし。まだ生じは除くべきものぞと、思えるは、仏法を意図は罪となるべし、慎まざらんや、渋かきの渋を絞って、甘みを求めても、渋が甘くなるんじゃない。渋の他に甘みはないんじゃから。そこに仏法の広大無変なこと。知るべし仏法は心象大創造の法門。これは、神論等でいう問題であるが、心象大創造の法門。とにかく宇宙いっぱいの、生じを除いて涅槃を求める。涅槃の他に生じもなし。一大北海を込めて生像を分かる。消滅を言うことなし。菩提涅槃に及ぶまで、心象にあらざるなし。
一切諸法万蔵神羅、共にただこれは一心にして込めず金なることなし、このもろもろの方も皆平等一心なり、あえていいなしと断ずる、これすなわち仏家の心象を知れる様子なり。しかあるをこの一方に身と心とを分別し、生じと涅槃を湧くことあらんや。すでにこれ仏師なり、下道の剣も語る狂人の舌の響きを耳に触れることなかれと、この一段は、千人下道の剣に、これは通常よく間違えることである、心は常住だと思うようだ、この自分にもそういう剣があったので、道元禅師はわざわざこの一段を、設けられた。第11問、到底曰くこの座禅をもはや禅師と必ず戒律を厳守すべしや、示して曰く次回凡行は禅門の器具なり、仏祖の家風なり、暇だ戒を受ける、また戒を破れる者、その分なきにあらず、座禅をする者は必ず解放を覚まさねばならんかと、解放を破っていいということはないけれども、解放を破ったら、座禅もやめてけ、それはよく人間であることです。ついでにもはや、解放を破ったら座禅もやめとくと。それを玄道大師の往生要集の言葉に、解放を破った者でも、その分だけにあらずと。これは法然上人の弟子に盗人がたくさんある。盗人が法然上人の弟子になって、それでまた盗人をする。それで法然上人が、お前は盗人をするようなつもりで念仏を申せる、人に見せびらかすなら、売り物にしてはいかんの。妻にも子にも知られずに盗人をするようなつもりで念仏を申せる、その分なきにあらず、自分の功徳がないとは言われない。第12問、到底曰く座禅を務めん人、さらに真言士官を兼ね主禅、さあたげあるべからずや、これはその自分の常識で比叡山というものが朝大目有念仏という、それで天台と真言と禅と浄土とを兼ねたのが、伝行大師の修士である。それだから、これを兼ね主するということがその自分には非常に、世の中に、これを漏れたものであり、また朝廷のご祈祷をしたり、駿河屋に、真言密教の、密教が非常に言葉が出たもんで、ところがそれに対
サインして示して祝う。これは道元禅師のは極めて徹底しとる。道元禅師も幼少の時から比叡山で育ったんじゃから、現代はもろん新聞ももろん、だから比叡山というものは禅と念仏と、密教と天台と、それだから比叡山からたくさんの念仏師匠が出てる。両人承人というのは、まあ、融通念仏宗のこれは祖師である。これを比叡山から出ております。それからそこに坂本に最強を出てある。これも比叡山から出ておる。それ念仏宗である。その念仏にもいろいろある。最大って言っても誰も知らんじゃろうが、私は奈良に長いとったから最大寺もよく知ってるが、最大寺の法事はね、釈迦念仏だ。それが面白い。金品みたいな歩き方してね、金品でもないからそのまま歩いて、なあ、それも、しゃあ、それはもっとゆっくりやね。なかなか眠たいじゃん。産経人って思う、眠気が出るような。そうして花だな、花をこう、花を巻いてや、ゆっくり、そういう念仏もある。まあ、日本にはそれだから、まず大体において中国から取るものはええと思うて、何でもかんでも仕入れてもらったかい。中国行って何でもかんでも仕入れてもらって、仕入れたやつは日本で出さんと言うと、バカらしいからそれをみんなありきり出したわけ。そういうことを前提において今真言士官、士官ってのは天台ですよ。真言って言うたら密教で、真言士官の行を兼ね自然妨げあるべからずじゃと示して曰く、在僧の時終始に心血を聞きし、ちなみに採点当時の心に、いや一番いいやつしとんでいいじゃ、そうその何もかもやらないでもね。だから、しかし中国から戻ってきて覚えてきたやつはみんなこれ出したいよね。日本に来てみんな出したんですよ。ところが道元禅師は日本におる時から何でも知ってくださることは、二大さんの本見ても一番に第一、第二司教が出てるよ。検問が出てるよ。いや、何もこう勉強しられたことは知られたんじゃけれど、結局たった一つの座禅。道元禅師も、日本で何もかも勉強していかれた。それで中国へ行ってどれも気に入らんだが、如上禅師のところへ行って四官打坐、新人脱落、これ一つ、そういうわけはいらん。これは親鸞上人でも法然上人でもよけは使うておらん。あの人たちも天台の学問も真言の学問も少々あったに違いないけど、ちっとも出しておらん。そこが大事のところだ。だから採点当時の心に、仏印も正殿世子諸祖、いずれも未だ鹿のごときの行を兼ね出すと聞かずと言い切る。これは大体如上禅師の妙教えである。誠に一条こととせざれば一致に達することない。
それ何でも上手というな、田舎行くと昔の今はデパートやけどね、昔の店にも何でもやつらある、何でもやつら、夜間も売ってりゃ土品も売ってりゃ、七輪も売ってりゃ、駄菓子も売ってりゃ缶も売ってりゃ砂糖も、それは大きな店やね、小さい店やから何でもや、この何でもやは良くない、一律では一致に達することなし、正当で言わるこの業は在家の男女も勤むべしや、一人出家人のみ主するか示して言わる、年の言わる仏法を得すること、男女貴賛を選ぶべからず、要はこれは、男だけのものと、座禅というのは男だけのものと、夫婦でも女房は念仏もしてる、親父は座禅もするというのは、そんなのがようある、そんなことはない。だから龍にも成仏するし、大和だったも成仏するし、だから在家ばかりではない。だから祖師のいわく仏法を覚えすることは男女貴賤を選ぶべからず、これは非常に大事なことである。当時は出家人は所縁速やかに離れて座禅弁当に触りなし、在家の晩務はいかにしてか一向に修行をして無理の仏道にかなわんと、この際もよくあるこっちゃが、お盆さんというものは仏像使用に誠に便利なもんかと思うというと、そうはいけない。仏像使用に便利な位置を構えるのには私らは一苦労したんです。お寺におれば非常に複雑な檀家が50軒あれば50軒の修道門取りよと、お正は何しとるって、お正をこういうとこにとる、そいつみんなに足元を見られないようにするのにはなかなか悪い知恵がいる、私のように、宿らし行動になるまではこれなかなか容易なこっちゃね。その代わり私には仕事がない、あまりも私の足元を見て一つ足取ってやると思うので、岩屋徳川、以来前に読むとこでこう説いた近代日本仏教史というものを、今度ここへ突っ込んでから暇なもんだから読んでみた、徳川家康には国営の最初というものが、国営でも大変紫の衣やけどね、坊主の政治家を雇い込んで悪事を得たわよな、悪事を得て徳川家康が、まあ坊主の動くのとれいようにこう、ないこと貼り付けたわよね、坊主というやつまたバカだやんで、その決められた通りにまた、自分が紫の衣を着れるのに、自分より下のやつが紫の衣を着るとそいつを、また坊主をして処罰する、はい、いろいろなことがある。そうしてみんな異国の取れんように自分でしとるんです。だから、ここで言うような出家人というのは今見ることができるわけですよ。出家人は所詮速やかに離れて、そんなことないもん、所詮速やかに離れてるわ、
寺持っとると何時死人ができると、さあ死人ができてその亡者の葬式をするせんということが多そうだって。いや、お前のところの葬式にはおりゃいかんって言うこと、坊主がいじめておるのは、いろんなことがある。で、出家人は所詮速やかに離れて、実は離れておらんです。いや、同業で言うと自分でも、比叡山でも、高野でも、奈良の坊主でも、一切所詮速やかに離れておらんですよ。だから座禅弁当に触りなしと、こう思うけれども、在家の晩は、と今で言うと在家より坊主の晩は、いかにしてか一向に修行をして無理の仏道にかなわんと。いや、今の坊主はそうはいかんですよ。これに対して示していらん。およそ仏祖哀れみのあまり広大の自門を開き分ける。これ一切修行を承認せしめんがためない。人間たり限らざらんものや。一切修行を救うために、ある仏教が、在家の者は、これに入れんということはない。ここまで昔今を尋ねるに、その章これを押し、しばらく大葬式を、定義にして、万家意図しげかりし、座禅弁当をして仏と仏祖の大道に、大道を得すす。李小国。これは薬三禅師に参禅した。薬三禅師という人は非常に偉い人である。そこへ李小国が参禅していた。ところが薬三禅師、あえて帰りみたい。知らん顔する。そこへ李小国を、取り付く芝が大文書から、聞いて一問見て百万と聞いたところでは偉い文さんじゃと思うたが、自分だけを今日読んで人に相手もならんというのでさっさと帰ろうとした。そこで薬三禅師が木に巻く宣言、これはようあることです。耳に聞いて立っとんで目を癒しむと、それは木に巻く宣言、耳をたっ飛んで目を癒しむ。そこで、李小国が後戻りして、いかなるかこれどうと聞いた。そうすると、雲は晴天にあり、水妙にあるところで。妙なものです。それで道を得た。それから、すぐ一つの、芸が生まれた。戦勝の勝果、千株の松の木の下に、両京の京、二箱の京、戦勝の収穫、両京の京、心情を練り得て閣業に至り、修行をしてしたとって、まるで鶴のような気高い、総合。我に来たって道を通り寄せなし。雲は晴天にあり、水病にあり、と、こういう芸を作って、算段したという名高い話がある。だからこの李小国か某小国、これは薬さんが、薬さんじゃない、この、大国が、逃げて
ある寺に行っとるときに、そこへこの某小国が寺へ行ってみた。そこに壁画が書いてある。その壁画について質問した。そしたら文さんは、それはただの絵と思っておる。そこで根っからピンとこんので、ここに前奏はおらんかと、禅寺は人に前奏はおらんかと、いや近頃どんどん前奏らしいのをしておる。それが大幕ですから、大幕というのは七尺大の男で、ここに握り拳のような凧があって、それは礼拝だから、それをまあ探し出してきたところが、そうすると大幕が来て、大幕のこと声もよかったもんと言われて、老生に医学ほがらかな声でもって、この、某小国に、話しかけた。それは某小国、いっぺんに本当の前奏みたいな。で、これら、李小国にせよ、今でいや首相です。共に補佐の真意に反べり、一点の心を在、座禅弁道して、仏祖の大道に承認をする。ただこれ、志のありなしによるべし。身の在家出家には関わらず、深く熾烈をわきまうる人、おのずから信ずることあり。祝いやせむは仏法を探ると思えるわ。ただ世中に仏法なしとのみ知りて、仏中に世法なきこと、いまだ知らざるなり。近頃、大層に表彰国、彰国という愛。その後に長寿りし大官なり。ちなみに詩を作りて自らを言うには、工事の世座禅も好む。かつて脇を持って席に至って眠ることまれない。しかも現に最下の層にいるといえど、長老のな司会に、そう。これは官も糸暇なかりしみなれども、仏道に志深ければ、徳道せるない。他をもて我を顧み、昔をもて今を鑑めるべし。大層国には今のよ、国王大臣、士族男女、共に心を素通りとどめるということなし。武門文家、いずれも三千学道を志せ、志す者必ず心地を解明することをし、これ、セブは仏法を下げ下げなる。おのずから知られたい。国家に真実の仏法を具足すれば、諸仏諸天一まなく英語するがゆえに、王家太平なり、将家太平なれば仏法、その力を被ると。世法と仏法と互いに、いわんやまだ、釈尊の在世には、逆人邪見人、つまり言うたら大場だったのもとき、あるいは四万下道のもとき、百人切りの、
大殺人罪。この四万下堂も釈尊女王で礼拝したので一遍に道を得たじゃないか。あやせを釈尊も晩年になって大騒動があったんです。だから釈尊の財政に逆人邪賢人道を焼き、そしの絵かに両者称号、称号というのは六祖大将だ、芝取りが正面だ、石子というのが漁師で鹿を追っていったところが馬祖大師が上手です。今はここを鹿は行きませんだろうかって、鹿は行ったいかお前がまあそこで落ち着け、お前はその一本の矢で鹿を何匹いるけど、それは一匹です。そんなつまらん商売やめ、俺は一本矢を置いたら一切出場を見ないでしまう。そんなうまいことはありますか。うまいことはあるからどうせ座禅せえとうとうあれを断念させられた。信州の佐久の定所にはね、あれは北条のお供お供やろうが掛け物があるだけかけた骨董やってある。それにこう指をこうやってる家が、あれがあれが石膏や。それからとうとう、騙されて座禅もして道を得た。首相を説得するのに共産党から言ってもやろうこれ、いやいやすんやかにやした。それが石膏です。原社の主義っていうのは漁師や、漁師が道を得た。天下は大事な記事の時に話したことがあるのは、親父が漁をして、そうして苦心させるってやつを片っ端からこう逃がしてやった。そういう身分の卑しいもの、悪業のもの、これが皆、いや両者称号、悟りを開く。由来にはその他の人もやる。この行は、今、松代悪世にも早い。ただ、少子の共同を尋ぬべし。次に、第十五問度。到底曰くこの行は今だ。今、松代悪世にも、修行せば勝負をうべしや。示して曰く、狂家に妙想をこととせるに。なお大乗実況には、肖像を待つを湧くことなく、なし、死すれば、皆、得度すという、言わんやこの丹田症、丹田の消防は、日報出身、同じく寺家の財鎮を受容するなり、章の特使は、悟る悟らんということは、修行するとせんということである。修行する者に悟らんということはない。だから、用水の人、霊壇自ら湧きまおるがごとし、水を飲んでみたら水がどんな味わいだということがわかるのと同じことである。修行せん者にはそれはない。次に第16問。到底曰
こあるがいわく仏法には即身是仏の旨を了達知るが死ぬるがごとき口に経典もせず身に仏法を行事されど早で仏法にかけたることだただ仏法はもとより事故にありと知るをこれは徳道の前言とすこのほかさらに他人に迎えて戻るべきにあらず言わんや座禅弁当をわずらわしくせんやとではこういう問い言わんや座禅弁当をわずらわしくせんやとこれはとんでもない間違いである示して言わぬこの言葉はもともはかなしはかりなし何時が言うごとくならば心あらん者誰がこの胸を教えんに知ることだから知るべし仏法はまさに自他の嫌をやめてってこれが大事である自他の嫌をやめて学するないもし自己即仏と知るを得道とせば、釈尊昔祁答に煩わし、仏法にはよく、南無自他北海道道利益と言うてある。南無自他北海道道利益。悟りというものは、これは宇宙いっぱいと、継ぎ目なしになることである。自己というものが問題になっておる間は、これは仏道にはいかなわんじゃ。で、それを、しばらく孤独の名足をもて、これを称すべし。昔即行観念という僧、方言禅師の絵下にある。方言禅師というのは地蔵の継親の弟子である。前五派の一派の祖師である。官人というのは、これは一三の、僧をすっかり治めるところの、一番偉い人である。これは原則という章が官人という役をしておったんだからよっぽどこれは、偉い人であったことが決まっている。で方言禅師は地蔵の継親の、前五派の一派の方言宗のこれは祖師でもあるそこで方言禅師がじっと即行官人の挙動を見ておった見ておるというと、気になっておる。一遍も説法を聞きに来たこともない。それで、草原禅師等で言わん。即関数。何時、我が家にありて行くばくの時だや。わしの絵下に来てから、どれだけなるかや。速攻が曰く、我氏の家にはんべりて、すでに三年も経ない。三年の間、長ず止まる。禅師の曰く、何時はこれご招待。俺の後輩じゃないか。何ぞ常に、我に仏法を問わざる。速攻が曰く、我、お嬢を欺くべからず。かつて西方禅師のところにありして仏法領域で安楽のところを了達せり禅師の曰く方言禅師が何時いかなる言葉によりてかいることをよし速攻が曰く
がしかつて西方にといき、いかなるかこれ学人の自己なり。西方のいわく表情同時来具か。表情はこれは日の絵日のと、日の絵日のとの神さん、つまり日の神さんじゃから、日の神さんが日を求めるんじゃから。この日の絵日のと、表情同時来具か。そいつを、西方、この原則は命名持ちに聞いてしまった。そこで方言のいわく良き言葉なり、ただしおそらくは何時せせざらんことは、速攻がいわく表情は日に属、日をもて日をさらに日を求める、求む自己を持て自己を求めるに至りと得る。禅師の曰く、まことに知りぬ何時得せざりけい、仏法もし格のごとくならば今日までは伝われじと言うけれども、これはこっひどくつらんかは引き向いたに違いない、こういう部屋にはどうもこっぴどくつらんかは引き向かんと、こいつ命名もしをつかんでしもて、もう安心を得たつもりでおる。だからまことに知りぬ何時得せざりけ、仏法を資格のごとくならば今日までは伝われ。ここに速攻総門してる。ただ総門とあるけども、ブーッと膨れたぐらいじゃない。造形って立ったんじゃ。立ってこれがまあ、自分の部屋へ行ったのか、あるいは荷物くぐって旅に出たのか、それは、品の文章は非常に簡潔で、詳しいことがわからんけれども、とにかく、中路に至りて、思い切待て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 よ、禅師はこれ天下の禅師、また500人の大同士だり、我が日を勇むのに定めて長所あらん。これは、これも戻ってこんならもうダメじゃが、これで戻ってきたところがそれはありがたいところだ。やはり原則も見込みがある、また方言も説得の資源がある。で、三下来社して通っています。いや、誠にどうも軽率な座望をいたしましたが、どうか私を、お許しください。そうして同じといいかなるかこれ確認の事故なる。禅師の曰く、表情同時来具か。日の絵日のとの神さんが日を求め、問いも同じ答えも同じであるが、そこに命名持ちが吹っ飛んでしもうた。この言葉の下に大きい仏法を悟り、明らかに知りぬ自己即仏の両義母まで仏法を知れるというにはあらずということは、だから大般若経にも前言三昧は無勝負の中の分別、草芸、起こる、出がらる。つまり簡単に言えば、私の言葉で言えば、命名持ち。命
見え見えもしの悟りならば何でもない話だ。ちょっと側に色をつけたらいい。だから自己即物の了行まで仏法を知れるというにはあらずということは、もし自己即物の了行まで仏法とせば、前に先の言葉をもて導かし、まだ鹿のごとく今しむべからず、ただまさにはじめ全知識を身により、修行の規則を諮問して、一向に座禅弁道をして、一半下を心にとどむることなかれ、浄土の中にも聖人に己なし、己ならざるところなし、天地と俺と同根、断末と俺と一体、まだ断末を得して己となす者はそれただ聖人かと、それを石頭大師が呼んで、今日打って、賛同会を表したということがある。で